YouTube 始めて4回食中毒にかかった。現在も食中毒にかかってる。はい、どうもです。はい、今回なんですけども、僕、YouTube を始めてから、マジ4回も食中毒かかってるんですよ。で、これがどれだけ異常な数字かっていうと、2017年、年間の食中毒の患者数が1万7000人。まあ、つまり、まあ、1万人に1人ぐらいが病院に行くレベルなんですけど、まあ、俺は、ここ7ヶ月間で4回かかってる。やばい。で、今回は、その、俺が食中毒にかかって、やばかったランキングを発表しようかなと思いまして、発表第4位。糸引き味です。で、糸引き味なんですけど、まあ、あいつ、何の食中毒なのか、まあ、僕もわかんないです。まあ、あいつ刺身で食ったんですけど、結構、まあ、こんぐらいのサイズで、結構でかくて、まあ、あんだけでかいサイズだと、まあ、友達とかも、あ、つまんでいいみたいな感じで、その刺身置いといたらつまんじゃうわけですよ。で、そのつまんだ友達が、全員食中毒にかかるっていう、やっべ、腹痛いみたいな感じで、俺んちのトイレにみんなで駆け込むみたいな感じの状況が起きて、で、まあ、1日ぐらい治ったんで、これが4位です。そして第3位。これはですね、シーラです。シーラね。あいつもね、なかなかやばいですね。シーラは結構、体の表面に腸炎ビブリオがいるっていうことで、まあもう食中毒の代名詞みたいなもんなんですけど、で、調理するときに、もう完全に綺麗に鱗を落として、で、やんないとダメなんですけど、まあ俺のいつものね、砂漠動画とか見てもらったらわかると思うんですけど、まあ適当なんですよ。まあそれをね、食べてね、しっかりと腸炎ビブリオに当たりましたと。それでまあ2日ぐらい死にかけてたと。で、第2位。牡蠣ですね。市販の牡蠣ですよ。生食用の。あいつの中を開けたら、もう泥が入ってたっていう。で、3つ入りで、で、1個砂。でも、ダメ。で、1個は、まあ、焼いて食べて、で、もう1個刺身で食べたんですよ。で、その刺身食ったら、ノロウイルスに当たりました。で、その時で2月で、もうちょうど大学のね、テスト週間とかぶっちゃって、すいません、教授、ノロウイルス当たりました、みたいな感じで、めっちゃメール送って、で、なんとかね、単位取ったんですけど、いやー、きつかった。1週間ぐらい。なんか死にそうになってて、家から出れないし、ノロウイルスめちゃくちゃきつかったね。栄養失調で死ぬかと思った。あれ結構やばいっすよ。まあ、こんなね、結構やばい奴ら、3匹を抑えての第1位。漆です。まあ、記憶に新しいんじゃないでしょうか、漆は。まあ、漆の毒は、加熱したら食べれるってネットで読んで、まあ、それを食べたんですけど、やばかったっすよ。それ食べて、1日ぐらい経って、体中じんましんになるんですよ。もう真っ赤みたいな。それだけだったらいいんですけど、なんか手のひらがなんか小さい水ぶくれが無数にできて、なんていうんですかね、もうなんか親指全部水ぶくれみたいな。ちょ、親指だけじゃないよ、全部。もう今はその水ぶくれが全部潰れて、で、もう皮膚、新しい皮膚ができて、まあ、こんな感じでまあまあ治ってるんですけど、で、まあそれだけだったらまだあいつらには全然負けてる。胃がね、やばかった。胃がマジでただれて、なんか今まで胃とかそんな痛くなったことないんですけど、何これやべえみたいな、食べ物食べたくないわみたいな感じになって、しかもですよ、それ食べたの4月の上旬なんですけど、まだ俺胃治ってないからね、もう1ヶ月以上ね、胃が壊れてるって。どうしようかな、そろそろ胃カメラ飲んだ方がいいのかなって感じなんですけど、やばいっすね。はい、まあそんな感じでね、YouTube 始めて僕が当たった食中毒4つだったんですけど、まあどうでしょうか。もうこれのね、何がね、良くないかっていうと、もうこの4つ全部ね、再生回数がしょぼいんですよ。死にかけてしょぼいっていう。はい、まあ、そんな感じでした。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画いいなと思った人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。みんなも魚つきしよう。バイバイ。